武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、近畿大学の科学の勉強について話していきたいと思います。科学ですが、時間が60分に対して、大問が4題、出題されています。で、答えは、マークですね。で、出てる問題、に関しては結構設問数は多いので、時間、を意識してやっておく必要があるかとは思います。で、知識さえあれば解けるような問題もあれば、まあ、計算が、出てくる問題もあり、まあ、トータルでさまざまな問題が出てくるような形となっております。で、問題の難易度としては、まあ、日大レベル、基礎標準的な問題が中心になっておりますので、まあ、学校で配られるセミナーやリードライトノートなど、の基礎的な参考書の完成度を上げていくことが、重要となります。ただ、ものによってはちょっと一部難しいものが出てたりすることもあるので、ここを解けるようにしようと思ったらマーチレベルに触れておくのもありなんですが、まあ、ただ、そこまでやらないとっていうよりは、基礎の完成度を 100% に仕上げることを意識しておいた方がいいかとは思います。で、まあ、とかくここで意識しなきゃいけないのは本当にスピード、なので、計算を解く速さ、知識自体の完成っていう部分をちゃんと意識して、変なところで時間取られて、解き終わらないってことはないように心がけておきましょう。以上が、科学の勉強となります。